メルボルン、メルボルン、豪語,語、発音、は、オーストラリアのビクトリア州の州都で、オーストラリア大陸南東部、ポートフィリップ湾に面した柳川川口の講師、オセアニア有数の世界都市。メルボルン都市圏、の推定人口は、2010年6月現在約408万人で、あり、シドニーに次いで、同国、第2位である。 2010年における都市的地域の人口では348万人であり、世界第94位、同国では第2位である。中心の旧市街地は柔川に接する北岸の長方形の領域で、南北 1km 東西 2km、港はその西 1km から柔川川口にかけて広がっている。近代的で忙しい大都市のイメージのシドニーと比べると、 歴史的な建物や文化が残り、落ち着いて住みやすい印象を持たれている。ロンドン、ニューヨーク、パリに次ぐ多さで世界の学生が学ぶ。2002年と2004年の2度、エコノミスト市の世界で最も暮らしやすい都市で1位を獲得している。2014年、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な 世界都市ランキングにおいて世界第25位の都市と評価されており、オーストラリアではシドニーに次ぐ第2位であった。ポートフィリップとヤラカワのあたりは3万年前からその地に住むと思われる先住民族クリンの地であった。彼らは漁業、狩猟、採集などを行い、ポートフィリップの豊かな資源によって成していた。ヨーロッパの移民により持ち込まれた病気に多くが打撃を、 受け、虐待、ご治療、を、アルコール、性病、によって、クリンの人々の数は、急激に減った。クリンは1870年代までに滅びてしまい、今日メルボルンに住むアボリジニーのほとんどは、他の地域から来た人々である。今日アボリジニーの歴史を残すものは少ない。例えばカヌーに使われた木がメルボルンクリケットグラウンド、の近くにあるほか、ポートフィリップ沿岸にあるカイズカくらいである。 1798年にまで行ったジョージ・バスによってバス海峡が発見される。レディ・ネルソン号で1802年にジョン・マレーがポートフリップを発見するとマシュー・フリンダースが後に続いた。1803年にチャールズ・グリムズは柔川の河口を発見し、今のケーラー地区まで到達。同1803年の地に NSW 総督はフランスのバス海峡地域の占領を 恐れ、デイビー、コリンズ大佐を300人の囚人と共に、ポートフィリップのソレントに送り居住地を開かせようとするが、淡水の不足のために断念。1804年に、タスマニアへ居住地を移し、ホバートを作る。その囚人の中には、後の開拓者、政治家のがいた。バス海峡の北岸は、クジラ狩猟者、アザラシ狩猟者が20年ほどいた。 1824年ハミルトン・ヒュームとウィリアム・ホベルは陸路で NSW からウェスタンポートを目指してきたが代わりにコライオアンにつき良質な放牧地を発見する。10年後タスマニアで放牧をしていたエドワード・ヘンティは後のビクトリア州西部の業地に放で羊巻地を設立した。北タスマニアで成功していたノーカジョン・バットマンはさらに 放牧地を求めて1835年4月、バス海峡をポートフィリップに渡り荒川の河口に着く。6月8日彼の手記に、そしてボートは広い川を登った。そして、6マイル上流に良質でとても深い川を見つけたことを嬉しく思う。この場所は村を作るのに適している、と書いてある。この最後の文は後に、メルボルン建設検証として採用されている。 バットマンはローンセストンに戻りやらに居住地を開くための大規模な探検の準備をする。しかし、同時期にその時にはローンセストンで実業家となっていたは同じアイデアを持っていた。フォークナーはスクーナ船エンタープライズ号を買い移住しようとする人々と共に1835年8月に荒川の河口に到着し、8月30日に代理官庁を務めていたジョン・ランシーは 居住地になる土地を選び、船の怒りと荷物を下ろした。そのスポットはやら川北岸、後のスペンサーストリートとキングスブリッジ周辺で、エンタープライズパークとバットマンパークとなっている場所で、そのすぐ北東には移民博物館がある。一方で、バットマンはレベッカ号で出港し、9月2日にやらに着いたがすでにフォークナーの人々がいるのに落胆し、憤慨した。 二つのグループにとって十分な土地があり、10月16日フォークナーが他の居住者と共に到着すると、彼は土地を分配して、誰が最初に着いたかで論争しないことに同意した。バットマンとフォークナーは新しい町に住み、1837年3月に、時の英国首相メルバーン卿にちなんで正式に、メルボルンと名付けられるまでいくつかの仮の名前が、その町に使われた。 メルボルンはやらかしに、テントや小屋の集まりで始まったが10年もしないうちに、牧畜の中心地となり、石やレンガで金融ビルが建てられた。1836年9月には、ニューサウスウェールズ植民地のポートフィリップ地区の行政中心地になる。1851年7月居住者はビクトリアを独立した植民地にする運動を収め、ラトローブは、 最初の総督代理になった。数ヶ月後金がバルラット、ベンディホをはじめとする植民地の各地で見つかった。続いて起こったゴールドラッシュはビクトリア、特にメルボルンを急激に変革させた。1850年代にビクトリア州中央部で金が発見されたことにより、ゴールドラッシュは始まり、港による貿易の必要性から急速に発展した。八百八十年代は、 シドニーを抜き、大英帝国でも二番目に大きな都市となり、素晴らしいメルボルンとして知られた。今日でも、ビクトリア女王時代の建築物がロンドンに次いで、世界中で最も多く残っている都市である。1901年にオーストラリア連邦が成立してから、1927年にキャンベラに移転が開始されるまでは、連邦の臨時首都であった。 第二次世界大戦での移民の流入により20世紀前半は着実に拡大を続けた。1956年に南半球で初の夏季オリンピック大会、メルボルンオリンピックが開催された。1990年代を通じて、クラウンカジノやメルボルン博物館、メルボルンエキシビションコンベンションセンターなどの公共建築物が積極的に作られた。 メルボルンは、オーストラリア大陸の南東部に位置し、大陸では、最南に位置する州都である。ポートフィリップ湾に面し、郊外は東に広がる。湾にはラ川が、南東に位置する、ダンデノン丘陵とラ丘陵から注ぐ。また北西からが注ぎ、川とその支流の西と、北は、平坦な農業地域になっている。旧市街地、シティ内を呼び川を挟んだ対岸。 南岸のサウスバンク地区には超高層ビルが並ぶ。郊外では人口密度が低く、片側4車線程度の道路が5番の目状に敷かれ、1個だけで広大な庭を持った家々が並ぶ。メルボルンを中心とした正居法伊ズ法の世界地図を見ると、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ロンドンといったアメリカ合衆国、本土異北やヨーロッパ諸国からは、 全て1万 2000km 以上離れいる。タラマリン空港から北米大陸への直行便はロサンゼルス国際空港へカンタス航空、バージンオーストラリアユナイテッド航空がサンフランシスコ国際空港へカンタス航空がそれぞれ運航。世界でも有数の長距離路線として知られている。ロンドンヒースロー空港行きの路線はパース経由で運行されている。 東京との距離は 8000km 強で、タラマリン空港と成田国際空港の間の直行便がカンタス航空と日本航空により運航されている。メルボルンの難易は37度49分で、地域人口が100万人以上を有する都市の中では、世界で最も南に位置している。欠片の気候区分によると海洋性の影響の強い、西岸海洋性気候に分類されるものの、 日によって天気が目まぐるしく変わり、年間通してはっきりした四季はなく、1日の中に四季があるとも言われている。冬季は最も寒い7月の平均最低気温が、摂氏6.0度とオーストラリアの大都市の中で最も冷え込むものの、降雪は周囲の山々で起きる程度で、平地では非常に稀であり、霜が降りることも少ない。 過去最低気温の記録は1901年7月4日に記録した摂氏2.8度に過ぎず、冬は温暖である。冬季は比較的暖天が多く日照時間が少ないが、日中は10度前後の日々が続いた後に摂氏20度以上まで上がることも多い。夏季は最も暑い1月の平均最高気温は摂氏25.9度と低くなっているが、実際には、 内陸の砂漠地帯から吹きつけるフェーン現象により、年に数日は40度を超えるのような国暑となることも多く、2009年2月7日には観測史上最高気温の摂氏46.4度を観測している。ジニ内陸部では気温が50度近くに達することもあり、メルボルン近郊のラバートンでは同日に摂氏47.5度を観測している。しかし、 非常に乾燥しており湿気は少なく、夏季は山火事の起きやすい環境となっている。また、そのような酷暑の日であっても朝晩は涼しくなり、熱帯夜となることはほとんどなく、平均最低気温が最も高い2月でも摂氏14.6度と低く快適である。2006年には観測史上最悪の干ばつに見舞われ、例年ならば年間でも比較的降水が多い9月。 10月に全く雨が降らなかった。この街は誕生以来、19世紀のゴールドラッシュ期、2度の世界大戦後の難民など、各国からの移民を多く受け入れてきた。人口の約74%がアングロサクソン系、約19%がその他のヨーロッパ系、約5%がアジア系である。ギリシャ系も多く、ギリシャやキプロスを除くと世界で最も多くの、 ギリシャ人が居住しており、ギリシャ系のお祭りも多く行われている。中国人街、ベトナム人街、イタリア人街など、国ごとのコミュニティを形成して住む傾向にある。そのため多種多様な食文化の影響を受け、広大な農地や海と隣り合って、食材も豊富であるため、各国の料理を手軽に味わうことができる。国外からの留学生の受け入れにも、積極的。 世界最高級の生活水準、環境、治安の良さそして英語が公式言語であることも手伝ってか移民先として世界でも屈指の人気がある。メルボルンはオーストラリアの3つの大きな企業、テルストラ、BHP ビリトン、ナショナルオーストラリア銀行の本拠地があり、またオーストラリア証券取引所に名を連ねる会社の多くがある。オーストラリア第2の 金融センターであり、多くのオーストラリアの大企業の本社、4大銀行のうち2行の本店が立地するが、海外企業の地域本部はシドニーを好む傾向がある。2017年の調査によると、世界21位の金融センターであり、同国ではシドニーに次く2位である。また、機械工業や食品加工業が盛んである。1000位、被服。 履物工業が盛んであったが輸入の影響による縮小が著しい。同国のファッションの中心地であるのはその名残である。メルボルン都市圏は三重の市議会、議員は公選、市長は議員から市議会が選出のの管轄領域に分割される。オーストラリアの他州の州都と同様、都市圏全体の行政は州政府の管轄であり、メルボルン県だけを管轄する。 地方自治体はない。都心部を管轄するメルボルン市議会の市長は、という上級の故障を持っているが、権限は他の市長と変わりない。メルボルンは、犯罪が少なく、世界で5番目に安全な街であると、エコノミストに評価されているが、一方でドランゲタや、ペインターズドッカーズといったマフィアが、定期的に抗争事件を起こすことでも知られている。また近年では、 アフリカ系や太平洋諸島系のストリートギャングの活動も確認されている。などが主要なスポーツイベントとして行われる。1956年には南半球最初のオリンピック、2006年にはコモンウェルスゲームズが開かれた。オリンピックが開催された都市として、及び世界都市として、メルボルンは一番南に位置する都市となっている。 オーストラリアで盛んなクリケットに関しては、メルボルンクリケットグラウンドで試合が行われている。2007年には、世界水泳選手権が当市で開催された。オーストラリア国内サッカーリーグの A リーグには、当市に本拠を構えるメルボルンビクトリー FC と、メルボルンシティ FC が所属している。メルボルンの公共交通機関はが経営し、路面電車は鉄道はが運営している。 これらは1990年代後半までは、州政府が直接経営運営していた、プリペード式非接触カードが導入されている。フリンダーズストリート駅は、旧市街のターミナルで、近郊電車が郊外へ放射状に伸びる。駅の入り口にずらりと、時計盤、各路線の発車時刻を示すが、並びメルボルンのシンボル的建築の位置である。駅は、旧市街の絵も一周する路線。 の南辺に位置しやら川に接する。この路線の北、東辺の3駅は地下鉄となっている。西辺に位置するサザンクロス駅には長距離列車が発着する。州内の列車は V ラインと呼ばれる。州外への列車にはアデレード行きやシドニー行きのものがある。同駅にはメルボルン空港との連絡バススコヨーバスが発着する。都心部北部にも高速バスターミナルがある。 路面電車は、複線路線延長約 250km という、世界一の規模の路線網を誇る。1994年より、旧市街、地点の円を一周する路線の周回運行が始まり、2015年に1月1日より、その内側、及び北と西の隣接区の路線は、運賃が無料となった。メルボルンの道路は一般に、道幅が広く、 住宅地の一般的な道路でも片側に車線がある。また、歩道も完備されている。高速道路に関しては、信号があるものの時速 100km で走行できるハイウェイと一般の道路とは切り離されているフリーウェイがある。どちらも無料で利用することができる。また、以前は市街地を挟んで市の東西を移動するのには大変な時間がかかるという問題点あったが、 近年開通した有料道路シティリンクにより現在では解消している。ただこのシティリンクも近年の人口、車所有率の上昇に対応しきれず、朝、夕の通勤ラッシュ時にはかなりの渋滞を引き起こし、ラッシュ時のさらなる渋滞を避けるため、シティリンク入り口に信号を設置、利用者の車の数を制限し、渋滞を緩和しようと試みている。 メルボルン港はオーストラリアで最大のコンテナと一般貨物の港である。世界中の300の都市との間に貨物航路があり、年間3200隻の船が発着する。メルボルン港はメルボルン中心部の西のマリバーナーング川とヤラ川の交差する地点にある。同港とタスマニア州の結ぶ定期カーフェリーの埠頭には路面電車でもアクセスできる。メルボルンは 多数の都市と姉妹都市提携をしている公式日本政府観光教育機関楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。